嫌われないために生きているわけじゃない。嫌われたっていい。たとえ99人の人が自分を否定したって、自分の大切な人一人が笑ってくれたならそれでいいんだ。一生に間違いも正解もないだろう。前を向いて歩いたってつまんないよ。後ろを振り返った方があれが楽しかったって楽しいよ。めんどくさいと思った時に貧乏神が来ます。楽しいと思った時に福の神が来ます。料理って楽しいよね。自分の思いが伝わるじゃない。やりたいけれどできないことより、そんなに好きじゃないけれどできることをやったら結構楽しい人生になるっていうこと。白い俺と黒い俺、どっちもあるから楽しいんだよ。楽しいイコール楽ではなく、辛いこと、困難なことを楽しむこと。それさえできれば誰もが人生の成功者になれる。楽しい時に笑うのは当たり前。苦しい時、悲しい時にもかかわらず笑おう。信じるとか信じないの問題じゃないの。クリスマスイブにサンタさんがプレゼントを持ってきてくれるって思ってた方が楽しいじゃないの。自分で自分の楽しいことに焦点を当てて、そこを育てて生きていくのが本当に大切です。一緒にいて落ち着くとか、話していて楽しいとか、そういう普通のことが一番大事だったりする。終着点は重要じゃない。旅の途中でどれだけ楽しいことをやり遂げているかが大事なんだ。報われるか報われないかなんて神が決めること、大して重要じゃない。でもとことんやるって楽しいじゃん。本当のことを言うと、私の頭と心はいつも14歳の少年なの。でもそれってとても楽しいことで、だから私の頭の中には年齢という壁がないのかもしれないわね。人生は楽しいと思っている人といると楽しい。不幸なことも笑ってくれるので楽しい。いつも毎日楽しい何かがあると思っている。ハッピーエンドを目指すんだ。楽しいことを探しても何も見つからなかった。でも必死になって何かをやろうとすると、それが自分にとって楽しいことに変わるんだ。楽しい学校などないのです。一番大切なこと、それは誰と過ごすかです。場所自体が楽しいのではなく、楽しい仲間といるから楽しいのです。脳は自己暗示にかかりやすいため、悲観的なことでも面白く捉え直したり、楽しいことを考えたりするだけで前向きになり、潜在能力の邪魔をしている蓋を外すことができます。楽しいとどうせつまらないの勝負に勝たないと楽しいとはならないのですよ。楽しくないものをどうすれば楽しいかということを考えていくと楽しいんです。迷ったら楽しい方を選んで、迷ったら明るい方を選んで、迷ったら好きな方を選んで。僕は毎日今を楽しくしたいから無理やり何かイベントしてますよ。人生を楽しむ秘訣は普通にこだわらないこと。
自分が動かねえからつまんねえんだよ。面白いと思わなければ面白いものは何もない。細かい部分を気にしていると人生は少しずつ浪費されていく。陽気な心は薬のように人のためになる。幸福になりたいのだったら人を喜ばすことを勉強したまえ。幸せを数えたらあなたはすぐに幸せになれる。幸せになるって簡単なんだよ。いつもニコニコしていい言葉を使いな。それだけで幸せになれるんだよ。幸福人とは過去の自分の生涯から満足だけを記憶している人々であり、不幸人とはそれの反対の記憶をしている人々である。凡人は不満を嘆き、賢人は不満に学び、達人は不満を生かす、そして偉人は不安をも楽しむ。不幸で居続けていることは怠慢だし、幸せになろうとしていないことは卑怯だよ。たった一度の人生を楽しむことを忘れていると運も逃がす。人生を楽しむための努力を忘れないように。幸福とは結果ではなく、自分が納得のいく生き方をしている状態なのです。特別な才能はなくても、特別な才能がある人とたくさん仲良くなれれば、それも才能であり、他人の才能に気づき、他人の才能を見つけられるのも才能。世に蔓延する悩み事は大きく2つに分けることができる。一つはどうでもよいこと、もう一つはどうにもならぬこと。みんな自分だけが悩んでいると錯覚して、他の人は悩んでいないように見えてしまう。苦しんだ分だけ喜びが待っているので、あとは突っ走るだけ。決めつけないで、見た目で判断しないで、新しい出会いを受け入れてみる。楽しむことができれば良い結果を出したいと思うようになる。何かを成し遂げようとするよりも、徹底的に楽しんでやるという人生最大の目標を持ちましょう。人間は頭がいいから明日のこととか来年のこととか考えちゃうでしょ。そうじゃなくて、もうちょっとバカになって今日のことしか考えられないと幸せになりやすいのにね。物事を楽しんでやるということ、自信を持ってできるほどまでにやり抜いてこそ楽しむということが叶うのだということ。人生二度なしと思うと、今も悩んでいることが小さく思えてきてね。だから行動し楽しむ、外に出て太陽を浴びる、それが今の僕の原動力なんです。自分以上のものを求めるのではなく、自分の持っているものを楽しむ。できることが増えるより楽しめることが増えるのがいい人生。無理なことをどうこう思い悩むのは無駄なことです。できないことは神様がお望みではないのだと思いなさい。どうにもならないことは忘れることが幸福だ。ご視聴してくださいまして誠にありがとうございました。幸せな人生を歩むためのヒントを定期的に発信しております。チャンネル登録、いいね、コメント
お待ちしております。